皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は滝沢勝成のテグセスの3ということで、ちょっとこんな感じで歪みも強くしちゃったりとかして、ロックっぽいフレーズをやってみようかなと思います。とりあえずフレーズを弾いてみます。こんな感じのフレーズを練習します。レッツトライ。こんな感じの、なんかズズズズジャ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 みたい な, なんかそんな感じのフレーズをやってみたく思います。まあ、今までそのカッティングとかでその手癖フレーズを紹介させていただいたんですけども、結構ね、つくつく系が多かったので、まあ、ちょっとこういうズクズク系もやってみようかなと思った次第でございます。結構ね、いろんな動画で本当にこんなフレーズを弾いているので、今の聞いただけでも、あ、なんかそれ聞いたことあるなんて思った方いらっしゃるかと思うんですけれども、今回はこれを一緒に練習していきましょう。それでは早速ギターを手に持っていただいて、まず運指からですかね。指使い。まずですね、6弦が中指で5フレット。中指で6弦5フレット。そして薬指で4弦の5フレット。そして小指で3弦の5フレットです。もう一度。中指で6弦の5フレット、ラの音。で、薬指で4弦の5フレット、ソの音。で、最後に小指で3弦の5フレットのドの音。という感じです。で、これを6弦のベース音、ズズズズズズっていう低い音と、小指、薬指のこの3弦、4弦のチャーっていう高い音の2つに分けて弾いていきます。2つ、6弦の音をズンズンとブリッジミュートをして、で、チャーとこの3弦、4弦の音を弾く。で、このときはブリッジミュートはしません。ブリッジミュートしながら、ズンズン外して、チャー。ズンズン、チャー、ズン、チャーと、こんな感じのイメージで、低い、低い、高い、低い、低い、高い、低い、低い、高い、低い、高い、こんな感じです。ブリッジミュートをうまく使えば、その音が濁らなくなるので、左手は押さえっぱなしにしちゃって OK です。で、なんとなくこの、ね、少し運指を聞いて、パターンを聞いただけですぐ弾けちゃった人、結構多いかと思うんですけれども、もう少し詳しく説明をさせてください。この手のフレーズって、このブリッジミュートのズンという音と、ブリッジミュートをしないときのジャーという音、この音程差のメリハリがすっごく大事なんですよ。これがすごく曖昧だと、なんかこう、ね、ぼやっとした、すごいかっこ悪いフレーズになってしまうので、低いときはしっかりとズン、そして高いときはブリッジミュートをしっかり外して、ギャーと。歯切れの良い、明るい、元気の音を出してあげるようにしてください。で、このフレーズ、この手のパターンをうまく弾けない方はですね、とりあえず3通りあります。3パターン。1つ目のパターンが全部ブリッジミュートをしちゃってる人。極端に悪くやると、これだとちょっと格好悪いですよね。ズンズンはいいんだけれども、ギャーっていくときはしっかりとギャーっていかないと、なんか、すごいおとなしい感じになってしまって、これはこれでありなんだけれども、ちょっと意図したものと違うと。これ、こうならないように気をつけてください。で、その2つ目のパターンはこの逆です。全部ブリッジミュートせずに鳴らしてしまうパターン。極端に悪くやってみると、こんな感じの。これはこれでまたなしではないんですけれども、今回の意図しているものと違うので、こうならないように気をつけてください。で、3つ目のよくあるパターン。この3つ目が多分よくあります。この弦の弾き分けがうまくできていない方、結構多いと思うんですけれども、どうでしょうか。弾き分けというのはあの弾き分け、ドローとかそういうわけではなくて、3弦、4弦を弾くときと6弦を弾くとき、このピッキングですね。このピッキングの弾き分けがうまくできていない方、すごく多いと思うんですよ。極端に悪くやると、なんかこんな感じで6弦全く弾かずになんかブラッシングやっちゃってるパターン、もしくはなん
なんかこの3弦弾いてるのか弾いてるのか分からなくなってしまうパターン。こうするとまた、ね、意図しているものと違うものになってしまうので、ならないように、こうならないように気をつけてください。ブリッジミュートしっぱなしに注意。逆にブリッジミュートしなさすぎに注意。で、3つ目としては、この弦の、ね、積み分けに注意という感じでございます。この3つのポイントがですね、すごいよくある失敗というか、そんな感じなので、気をつけて練習をしてみてください。で、これがうまくいったら、ちょっと違うコードの方にも行ってみましょうか。2小節目ということですね。2小節これを弾いたら、3小節目でコードを変えます。この中指がなくなって、人差し指で5弦の3フレットにして、全く同じことをしていきます。まあ、6弦は使わないので、5弦と3弦、4弦のチャーの使い分けという感じですね。で、これを2小節続ける。で、その次の小節は、小指そのままで、薬指が5弦の5フレットでレの音。そして人差し指が4弦の3フレットでファの音。これです。で、また同じ手順で。で、最後、このフォームのまま2フレットずれます。1個、2個。で、中指で4弦の6フレットを押さえて、このソシャープの音にすると。そうすると、人差し指使わなくなるので外してしまって大丈夫です。この人差し指以外の3本の指で、と弾いていきます。ちょっとゆっくりやってみましょう、最初から。まず、人差し指以外のこの3本の指で、ズッツチャ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 。そしたら、人差し指で5弦の3フレット。薬指で5弦の5フレット、人差し指で4弦の3フレット。このまま1個、2個といって、中指で4弦の6フレット。こんな感じになります。で、テンポが上がったりとかしても、さっき言ったブリッジミュートしっぱなし、ブリッジミュートしなさすぎで、弾き分けがうまくいってないという、この3つの、ね、うまくできてないパターンにはまらないように気をつけて練習をしてみてください。ちょっと早くやってみると。まあ、こんな感じになります。で、これがうまくいったら、ちょっとプラスアルファで音を変えていってみましょう。どんな感じで変えていくかというと、ここのとき、ここ。ズッツ、チャッツ、ズまでは全く一緒なんですけども、ここのチャで音を少し変えます。どう変えていくかというと、まず言ったら、人差し指でこの4弦の、ごめんなさい、3弦の4フレットですね。3弦の4フレットに持っていくと、シの音。小指を外して、ドからシに、ズツ、ドン、ツツ、シ、ズ、ドン、ズツ。こんな感じです。ズッツ、チャッツ、ズまでは一緒なんですけれども、人差し指で3弦の4フレットを押さえて、小指を外す。そして、このシとソの和音を弾いて、またズと言って戻す。ズッツ、チャッツ、ズ。ズッツ、チャッツ、ズと言ったら、ここで小指と人差し指で、薬指と人差し指か。で、ズ、チャッツ、ズ、チャッツ、ズ。お、むずい。まあ、そんな感じです。で、それぞれまたコードを変えていくときも同じように、少し指使いは変わるんですけれども、5弦の3フレットを弾きながら、弾いていくようなイメージです。で、その次、5弦の5フレットの D マイナーに行っても、このドとシの音遣いは全く変わらない。で、最後のフォーム。3弦がレの音を弾いてしまっているので、人差し指でドの音に持っていってあげましょう。ズッツ、レ、ズッツ。3弦の5フレットですね。こんな感じです。ここの部分を違う音に少し。少しだけ変えてあげているだけなんですけども、ちょっと印象変わりますよね。
何も変えてないと、ちょっとプラスアルファで変化をつけてあげると、まあ、こんな感じの響きになると。ゆっくりやってみます。1、2、3、4。こんな感じです。こんなパターンです。で、これがうまくできるようになってきたら、ちょっとご自身でいろいろアレンジをしてみてください。このズズって入れる場所を、場所というかそのポジションをいろいろ変えていくだけで結構いろいろできるんですよ。例えば最初、この5弦3フレットからスタートして、なんて、ここからスタートすると少し明るい響きになりますよね。そこから6弦の5フレットに行って、で、さらに6弦の3フレットとかも。で、最後に4弦の3フレット。そうすると、この2本だけになるんですけども。まあ、こんな音になると。これをつなげて弾くと、さっき弾いたパターンとちょっと違った雰囲気になるんですよ。やってみましょう。こんな感じの響き。ちょっと明るい、爽やかな雰囲気になりましたよね。他にもその使える場所、例えばここだったりとか、5弦開放とか6弦開放とかでもいいですし、ちょっと辛いけども6弦1フレットとかでも大丈夫だし、まあ、こんな感じでご自身でいろいろ応用して遊んでみたってください。もちろんこのリズムを変えてしまっても構いません。で、とりあえずこれをね、ひたすら繰り返して練習して、素早くなってもちゃんとね、ズン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 って音とチャ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 って音が目に張り付くように練習していただければという感じなんですが、ここからちょっと余談です。もしまだまだ余裕がある方は、もっといろいろとこのチャに入れる音をですね、変えたりとかして遊んでみてほしいんですよ。順番にやっていくとすると、最初 C のコードからスタートしますと、5弦の3フレットと4弦の2フレット。で、さらに最後に、3弦の4フレットですね。ドミシーっていう C メジャーセブンスのコードトーンです。で、これで音の変化をつける場所としては、3弦の2フレット。この人差し指で制覇をするような感じで変化をつけてあげます。なんとなくわかりますでしょうか。これで、なんてやるとちょっと洒落た雰囲気で面白いですよね。で、その次、Dm は5弦が5フレット、4弦が3フレット、で、3弦が5フレット。で、プラスアルファポイントとしてはさっきと同じで、3弦の4フレット。で、その次、このまま2フレット上に上がって、7、5、7というポジション。で、プラスアルファポイントとしては、人差し指のお腹の3弦の5フレット。で、さらにもう1フレット上がって、8フレットから、8、7、9。で、プラスアルファポイントとしては、人差し指のお腹。それぞれ C ミナーセブンス、D マイナーセブンス、E マイナーセブンス、で、F メジャーセブンス。というコードになるんですけれども、こんなパターンも作ることができます。この音を使っていろんなパターンを作ることができますって感じですかね。で、ちょっと続きに行くと、次は G7 ですね。10、9、10。で、プラスアルファポイントとしては、人差し指の中の3弦9フレット。で、その次、Am は12、10、12。12、10、12。で、プラスアルファポイントとしては、また人差し指の中。で、さらに2フレット上がって、Bm、14フレット、12フレット、14フレット。
で、プラスアルファポイントはお腹のところ、お腹、久しぶりのお腹。これを適当な場所にやっていくと、例えばこのリズムをそのまま使って、C、F メジャーセブンス、G とかやってみましょうか。最初は5弦3フレットからスタート。じゃあもう一個、A マイナー。こんな感じで弾くと、なんかそれっぽくないですか？なんかこんな感じで、同じパターンで、同じリズムで、同じようなブリッジミュートの仕方とか、あと音遣いとかもそんな変わらないんですけども、このコードトーンというやつをうまく使うことで、いろんなパターンを生み出すことができますということです。で、僕自身もね、本当こういうのをすごいよくやっているんで、結構いろんな動画で、あ、なんとなくそれ聞いたことあるななんて思った方が多いかと思うんですけれども、まあ、こんな感じの空振りになっておりました。まあ、この今回の動画のこのヒントを使って何か曲とか作っていただいても別に構いませんし、別に何の制限をするつもりもございませんので、まあ、いろいろと小ネタとしてストックしていただけると嬉しいなという感じでした。そんな感じでしょうか。それでは、また次回はどんなフレーズになるのかわかりませんけれども、また次回をいたしましょう。何度も言うですけれども、ブリッジミュートしっぱなし、ブリッジミュートしなさすぎ、そして最後に弾き分けがうまくできてない、この3つだけはですね、頑張って乗り越えていただければなという感じでございます。それではまた次回、さようなら。